スポーン、ポーン。次のコーナーはこちらです。スッポンノベルリターンズ。出た、はい、いやー来ましたね、来ましたね、続いてたんですね、いや続いてたんですよ。カスブさん、もう読まれてないんですか、うん、グループラインにちゃんと載っている面僕たちが一生懸命書いて毎回グループラインに載せている部分も読まれてないんですね。まあお忙しかったのは分かるんですけど、僕も知ってるんであれなんですけど、続いてたんだねって。いやまあまあ、やっぱあの声で聞きたいなっていうのがあって、生のね、あなるほどなるほど、それはありますね、確かに文章よりは、まああとはね、1週2週抜けたところでね、変わらぬ面白さがあるっていうのがやっぱね、連載の良さだと思うよね。それはありますね。今日はなんと第9話というね、もう第12話まで、もう残り少ないですよ。そうです、もう気象点結の点ラスト、クライマックスですね、すごいことになってきた。はい、では、早速、立花先生、今日ね、執筆どうでした、はい、筆の方は。2時間半で書き上げました。なかなかですね。でもね、多分僕、今回、多分、物量的には今までで一番多いんじゃないかなって思うんですよ。あ、文字数長いんだね。はい。あ、じゃあ早速ね、時間の関係もありますので。はい。今日から1時間半になりましたからね。はい、そうなんです、11時半でこの放送配信終わりますから、平日ですし、あんま遅くなって、皆さん大変やと思うんで、行きましょう。そうなんです、ではお願いします。第9話です。美味しい枝豆を食べたクローンの一体が立ち上がり、桃太郎に襲いかかった。敵だったのか。その瞬間、レーザービームのように後ろから飛んできた水を顔に受けたクローンが仰向けに倒れた。振り返ると、水鉄砲を持ったバックスがそこには立っていた。何してくれてんだ坊ちゃん。次々と立ち上がるクローンを水鉄砲で撃ちながら、バックスは焦るジジイのもとへ走っていく。ボス、ここは俺が。ボスは坊ちゃんを連れてフサイさんのところに。仕方ない。僕はバックスの水鉄砲が案内力を出すなんて知らなかった。もしあの頃あんな勢いの水鉄砲を撃たれていたらと思うとゾッとする。なんだ、何が起こっているんだ。誰かこの美味しい枝豆をあげるから、何か起こっているのか教えてくれないか。ちょっと生温かいけど。そう思って、襲いかかってくる大勢の僕の中の一人に二つ目の美味しい枝豆を差し出そうとした。しかしその瞬間、僕の体はふわっと宙を浮いたかと思うと、目の前にあったはずの僕の顔がどんどん遠ざかっていく。僕は黒ずくめの男たちに担がれ、その場から運び出されようとしていた。視界の奥ではジジイも担がれている。そしてその向こうでは、どこに潜んでいたのか、あっという間に数十人の黒ずくめの男たちが僕のクローンに水鉄砲を向けている。差し出そうとした美味しい枝豆は空虚に宙を舞っている。もう何も考えられない。僕は担がれるまま、無数の僕が暴れるその部屋を後にするのだった。シーン変わります。もう負債には時間がない。黄金の文献に記されていることが本当だとすると、記憶を取り戻し始めたということは死期が迫っている。黄金のオーラはその力を使えば使うほど引き換えに記憶を失う。しかしその不幸を取り戻すかのように、いや嘲笑うかのように、死の間際記憶が蘇るというのだ。全てを話そう。桃太郎はきっと受け止めきれないだろう。今も目の前の負債に必死でひしゃげた枝豆を食べさせようとしている。しかし桃太郎が落ち着くのを待ってはいられない。私は決心した。負債、桃太郎、
お前たちに話さなければいけないことがある。わしは実はこの星の人間ではない。いや、正確にはこの世界の人間ではない。わしはこの地球とよく似た星、地球からやってきた別次元の人間なんじゃ。私の一大決心の一言を房江も桃太郎も何も聞いていない。いや、聞こえていない。なんなら仲良くひしゃげた枝豆を食べようとしている。どうしよう、続けようか、それともこのまま親子水入らずで枝豆を一緒に仲良く食べようか。いや、そんなことはできない。何人か部下たちも見ている。常日頃それなりに威厳を醸し出し、組織内上司にしたい男ランキング第2位であるこの私が、部下の前でそんなアットホームな姿を晒すことなんてできない。と、枝豆を食べて少し落ち着いたようだ。こちらに興味を持ち始めている。よし、このまま続けよう。わしは、とある実験の失敗により、次元の狭間に迷い込み、この地球にたどり着いた。計算上、他の次元が存在することは立証されていた。しかし、本当に別次元に迷い込んでしまうとは、夢にも思わなかった。わしはこの世界で一人ぼっちだった。しかしそのまま死ぬわけにはいかん。元の世界に戻るためには、新たに研究、開発をするための資金がいる。まずはこの世界で。ああ、もうめんどくさい。もう時間ないし、やだ。もう一から話すのやだ。長くなるし。しかもやっぱ全然聞いてないじゃん、桃太郎。聞いてないじゃん。寝てるじゃん。何？疲れた？そうだよね。疲れるよね。なんかいきなり自分の苦労いっぱい見ちゃって、もう心が使うよね。ね、起きろ！起きろ！こっから大変だぞ。今話聞いとかないと大変なことになるぞ。真剣に話をするようとする私を死に目に、桃太郎は夫妻に甘え、母のぬくもりの中で眠ろうとしていた。起きてね、お願いだから起きて。夫妻もうすぐ死んじゃうから。時間がないのよ。その前にちゃんと話しとかないとね。いろいろ大変だから。ね、はい。起きた？うん？起きた？うん。よしよし。ね。眠いけどね。ね。どうにか聞いててね。はい。まずは黄金のオーラについてですが、桃太郎、君も使えます。正確には使えるようになりますね。びっくりしたね。普通にね、遺伝で引き継がれます。でも、黄金のオーラ使いすぎると、記憶もなくなっちゃうし、死んじゃいます。大変！はい！そこで問題なのが、なぜ黄金のオーラが必要なのかということですね。記憶とか死んじゃうとか、別に黄金のオーラ使わなかったらいいだけじゃないのっていう方いると思います。でもね、必要なんです。なぜかというと、今この世界は、私が元いた星、地球に狙われているからです。はい。はい、ついてきて、ついてきて。はい、ピンとこない人たくさんいると思いますが、ついてきてね。はい。私がいた地球、組織の方に、3年前、次元を超えてアクセスしてきました。地球は今、環境問題とか人口増加とか、まあ、いろんな問題が起こってまして、最悪の状態です。戦争も起こってますね。もう、日もサチもいきません。カオス！なので、地球で選んだ優秀の人たちだけで、この地球に移動して乗っ取ろうとしているそうです。大変です！地球ピンチ！でもね、私ね、この星大好きなんですよ。夫妻がいるし、みんなチヤホヤしてくれるし、夫妻がいるし、ね、今はこの机を壊したくないんです。で、どうしようかなって考えたんですけどね、夫妻の実家にね、ある日帰ってる時に、たまたま、本当にたまたま、桃太郎君、君が持ち出した黄金の文献を見つけてしまったんですね。いやー、びっくりしました。そういうファンタジー的な要素がこっちの世界にはあるんだなと、本当に驚きました。じゃあこの黄金のオーラがあればなんとかなるんじゃないかなと私考えたんですね。でもね、夫妻死んじゃうかもでしょ。だからです、桃太郎くん、君になんとかしてもらおうと思ったんですね。君にこの世界を救ってもらおうとね、僕と夫妻の幸せを守ってもらおうと私考えたわけです。しかもですよ、君のクローンを作って黄金のオーラを使える人を増やせばもう確実でしょ。もうね、
本当保険に保険を完成するために頑張って私クローン技術も作りました。そうです、3年間負債の元を離れていたとにはこういうわけがありますね。ちなみに桃太郎君、君の名前は私の元いた地球の英雄から取っています。やったね。でもね、まだまだいろいろ問題があるわけですよね。クローンの制御もうまくいかないし、そもそも桃太郎君の黄金のオーラは目覚めてないし、もう僕の話も全然聞いてくれてないしね、ということで問題山積みなんですが、まだまだこれから頑張るぞという感じなのでした。思いの丈を話した、思ったより話した、勢い余って結構話してしまった。負債が死ぬとか言ってしまった。大丈夫だろうか。私は恐る恐る負債の方に目を向けた。以上です。なるほど、すごいテンポで進みましたね。なるほど、ね、バックがだいぶ見えてきましたね。見えてきたでしょ。なるほどね。ああ、そうか、うん、回収に向かってますでしょ、勝山さん。勝山さん来てるでしょ、うん、結構、うん、回収しかしてなかった感じもね。全く納得されてないみたいですけど。では、はい、早速行きましょうか。はい、行きましょう。いいですか。お願いします。はい。一つ目です。はい。すると、夫妻は自分の死を受け入れたかのような、まるで女神のような笑顔で、私にこう告げた。そうか。私死ぬんか。じゃったらええやないの。私が戦ったらええやないの。桃太郎に戦わせることない。私戦うわ。その透き通った眼差しは、その笑顔にはまるで似つかわしくない涙で濡れていた。はい。なあ、なるほど。切ないね。切ないですね。切ないよ。そうですか。急にいい話になってきますやん。うん、おお、切ないね。切ないですね。母の愛ですよね。ああ、いいんじゃないですか。じゃあ2行きましょうか。はい。はい、お願いします。その時だった。強烈な爆風に飲まれたかと思うと、大量の桃太郎のクローンが壁を壊して押し寄せてきていた。バックスめ、しくじったか。瞬間、一人の桃太郎がまだうとうとしているこっちの桃太郎に襲いかかる。どうしよう。鈍い肉の音がする。呆然と見ていた目の前にはエドワーズがまるで弁慶のように微動だにせず立ちはだかっていた。おお、来ましたね。あ、こっちはちょっと次の週がだいぶなんかね、あのバトルメインみたいな感じになりそうな。いいですね、いいですね。テラフォーマーズみたい。そうなんの展開がね、うん。エドワーズっていう名前を聞けたのもちょっと嬉しかったね。エドワーズ出てきました、ね。ちょっと聞いてなかったので、ね。エドワーズとバックスの桃太郎の関係性も知らないでしょ、勝山さん。知らない、知らない、知らないです。エドワーズとバックスは桃太郎の育ての親なんですよ。そうなんです。これややこしいでしょ。うん、うん、まあ、いやー、復習しとかないとダメなんだけどな。そうだろう。復習するのめんどくせえな。全然違うからね、これ。それ知ってると知らないでは、もう面白さが全然違いますから。すげえ、宇宙世紀のことを語るガンダムオタクみたいな。ライトな楽しみを許してくれないんだね、これ。はい、失礼しました。いい3つ目お願いします。はい、じゃあ3つ目いきますよ。はい。寝ている、何も聞いてない。よかった、ひとまず夫妻には聞かれていなかった。桃太郎と一緒に仲睦まじくすやすや寝ている。そっと胸をなで下ろしたその時、
その話は本当か？目を向けるとエドワーズがこちらに水鉄砲を構え、怒りに満ちた眼差しをこちらに向けていた。おお、なるほどね。なるほど、はい、なるほどね。まあどれでもあり得る感じですね。そうでしょう今回。いや、続きどれ選ぶんだろうね。いやー、すごいですよ、ね。じゃあ皆様、聞いてくださっている皆様にアンケートを取らせていただきたいと思います、うん。いやー、これはね、どれ選ぶんだろう。一の続きが聞きたいという方、これから、出すアンケートにはいでお答えください。よろしくお願いします。どうぞ。なあね、このちょっとね、切ないというかね、ね、もうやっぱ親心も垣間見えるというかね。そうですね。これもいいですよ。で、まあ本当にこのままね、夫妻がこの先戦いに行くのかどうなのかというところもね、これから気になる。あ、はい、アンケートの結果が来ました。はい、50%、はい、いいえ50%、計2票でしたね。ね、はい、なるほど、なるほど。計2票で、1票ずつ、11ですね。なるほど。それではそもそも答えてない方が多いんだ。うん、ああ、そうですね。はい、じゃあ次に行きますね。2の続きが聞きたいという方、うん、アンケート協力お願いします。どうぞ。では、エドワーズが、そうですね、助けてくれると、エドワーズが桃太郎に襲いかかった時に助けたと。まあでも、もう大量のクローンが押し寄せてますからね、こっからね、エドワーズを亡き今どう戦っていくのか、バックスもしくじってるっぽいですから。あ、来ましたね。なるほどね。2のアンケート、あ、違うな、これ2票、2票ですよ。2は、はいが 67%、いいえが 33%。 お2の方がちょっと今強いですね。強いですね。2優勢、うん、暫定2、うん、2です。じゃあ、はい、3の続きが聞きたいという方、はい、3はもうそれを聞いて、そうですね、真実を知ったエドワーズが反旗を翻すという、うん、ストーリーですね。なるほど、これはね、三角関係もね、そうですね、ちょっと気になってくるわけですよ。夫妻、ね、うん、をめぐるお、ね、古いおじいさんとエドワーズのこの愛の戦いがここから繰り広げられるわけですよね。なるほどね、なるほど。まあ、まあ、その世界線的には同じようなね、あの3つの選択肢ですけど、まあそうなんですよね、まああのこれでね、全然違ってくるわけですね。はい、あ、ね、うん、来ましたね。はい 50%、 いいえ 50%、 計2件で、半々です。ということで、今回の続きはその2の続きになりました。2か、はい、なるほど、なるほど。エドワーズが助けたパターン、ね、そうですね、桃太郎をエドワーズが助けたパターンの続きですね。なるほど、なるほど。これは楽しみですね。楽しみですね。あなたが考えた。